二手に分かれて進むとするか。手分けすりゃ早い。そうしよう。見ろよ、天才だろ。待て待て待て、金が先だ。材料はこっち持ちで遊ばせてやってんのに金まで取んのか。一流の仕事には対価を払うもんだ、常識だろ。ならすぐにぶっ壊れない頑丈なのを作れよ。お前が攻撃を食らわなきゃいいだけだろうが。もういいよ。これ以上の機能美はないよな。芸術だ。おいおい、姉ちゃんは芸術家気取りときたか。ああそうさ、文句あるのか、チキン野郎。私の祖母は45口径の芸術家と呼ばれていた伝説の職人だ。孫の私も当然芸術を生み出す職人さ。私が作れば芸術だ。銃だろうと鍋だろうとな。それでお前を見てやろうか。他に質問は？は？チキン野郎。俺は先に行く。どこかで道が重なるか、クリフォトの下で落ち合おう。ああ、お前はどうする？頭がぐるぐる考え中。また教える。おい、何か欲しいなら口で言えよ。私はエスパーじゃない。まだな。見たいか？見たいよな。間違いなく最高傑作だ。サボンじゃねえぞ。空気読めよ。
手触りな植物だ。近い方から片付けるか。要はぶった切りゃいいんだろう。
今度は根っこが当選簿か。この大元があるはずだ。
ビンゴ。誘ってんのか？そっちから来いよ、クソ悪魔。
力がなきゃ何一つ守れねえ。分かってるさ。ニコ、出番だ。だと思って来てやったよ。何がいる？おしゃべりは嫌いか？そいつは気が合うな。こいつ、他の悪魔とは何か違う。
かいのが来る前に叩き落とせ。知り合いか？昔の客だ。あ、なんだ。お前が浮気するとは。キリエにチクらないとな。冗談だよ。どうした？笑うとこだ。はあはあ、お板はやめとけよ。ちょっとだけよ、なんてな。キリエに殺されるぜ。